こんばんは。あ、またやった。こんばんは。3月4日、金曜日、午後10時30分を回りました。4五金五な夜、第119回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。ちょっと、昨日まで、モラルということで、堅苦しいお話をしましたけど、今日はあれこれと話をしたいと思います。まず、今週私、災害ボランティア活動に行っておりません。まあ、行っておりませんっていうか、連絡待ちなんですね。今の高原町の災害ボランティアセンターが、閉まりまして、都城市災害ボランティアセンターの方に、まあ、連絡を取ってるんですね。で、都城市の災害ボランティアセンターの方は、結構週末は団体さんとかグループさんが、また会社ぐるみで参加されてるみたいで、もう今週末の人数は足りてますということで、出番がないんですよ。まあ、個人ボランティアさんの需要というか、まあ、土日は、まあ、いった団体さんがいるんで、まあ、大丈夫ですということで、来週以降の平日に、まあ、ボランティアさんが減りますんでね、まあ、その時にお願いしますと。で、基本的に都城は、事前登録制ということで、明日ボランティア足りないなという時に電話して明日来れませんかという日程を調整するという方法です。まあ、高原町の場合には一応事前登録であったんですけど、まあそこは町が小さいんでね、ポンと言っても、あ、じゃあ来てと作業お願いしますっていうふうにして、まあ臨機応変にやったんですけど、まあ都城市は人口も多いのでね、割ときちんきちんとプランニングして作業を行ってるみたいなので、ちょっとその方針に従って、まあ、待機しておこうというふうに考えているとこです。ですんで、まあ今週末、まあ明日はいつも通り駅前のパソコン教室があるんでね、ちょっと作業に行けないんですけど、まあ日曜日も団体さんがいっぱい入ってるんでいいですということで、ちょっと今週末はゆっくりできるかなというか、あ、そうよ、そう。日曜日は、作業に行けないんですわ。昨日も話をしましたように、フジテレビ特ダネのコメンテーターで有名な岩上康美さん、フリージャーナリストの方が、来られます。で、いろんなね、メディアに関するお話されますんで、まあ、その、トークカフェというイベントなんですが、まあ、参加しようかなというふうに思っております。まあ、午後の3時から、で、その後、夕方以降、まあ、懇親会があるんでね、まあ、お金はないんですけど、なんとか工面をして、まあ、参加しようかなと考えているところです。まあ、やっぱ、昨日も言ったんですけど、まあ、ジャーナリスト、市民記者もね、まあ、いろんな方の話を聞いて、勉強しないといけないかなと思ってます。ですんで、いい機会ですので、きちんとお話を聞いて、いっぱい質問をして学びたいと思います。はい。まあ、ヤクブさんの方に 新米だけのこともね、あれこれ伝えて、お話をすることができればいいかなと考えておるところです。あおあお、ちょっと、やばい。やばいやばい。すいませんね。ちょっと紹介しようと思っていたものが倒れました。岩上さんには本当申し訳ないなと思ってたんですよ。1月の、前知事の、退任の記者会見、あれを、岩上さんの方からユーストリームで生放送、生配信できないだろうかと、いう打診があったんですけどね。まあ、その段階では、まあ、僕の方が、まあ、お金もないしね、
ユーストリーム配信するような機材、無線関係がなかったもんですから、申し訳ありませんということで、お断りした経緯があったもんですからね。それがもう今回、スマートフォンに機種変更しましたので、まあ、なんとかユーストリームを配信できる環境ができました。その配信するための道具をね、ちょっとさっきまで、作っていたんですよ。何を作ってたかというと、配信するときに、まあ、こういったスマートフォンを手持ちで持ってやっていく。またこんな風にして持って、このカメラを使って撮影するんですけど、どうしても記者会見とか、講演会とかなる場合に、まあ、こう手に持って配信するのもね、大変だなという気もしましたので、アームスタンドができないかなと思ってですね。まあ、たまたま、僕の家には、ちょっと古いアームスタンドっぽいホルダーがあったので、そのホルダーと、日頃使っているビデオカメラ用のアーム、これなんだろうな。アーム台というのかな。カメラを固定するやつ。それをちょっとドッキングさせまして、このような道具を作ったんですね。弾きましょうか。こんな感じ。これとこれ別個なんですよ。これは普通の携帯電話をホールドするものなんですね。で、この下がビデオカメラ用のアームなんで、ここにビデオカメラがつくんですけど、その代わりに、このホルダーをつけて、いわゆるアロンアルファで、くっつけて作ったアームスタンドです。結構ね、これいいですよ。ちょっとこれ、よいしょ、固定してみますね。よいしょ。で、ちょっと見えるかな？カメラは。はい。こんな感じで、固定できるんで、そこに、ピグザホンを、ポーンと置くと。固定されますね。で、ビデオ撮る場合には、よいしょ。電源を入れてあげて、あらら。よし、あらら。おいおいおい、あ、ちょっと失敗した。ちょっと待ってくださいね。あ、すいません。こんな感じで固定されました。そして、ビデオカメラ。ああ、倒れた。ちょっと、下が。こんな感じで。ちょっとね、吸盤が弱くなってるのかな。ちょっと、安定性がやばいですね。こんな感じで固定できるんで、ちょっと使い勝手がいいのかなと思います。詳しいことは、YouTube の方の動画に掲載してますんで、まあ、興味がある方は YouTube の動画をご覧ください。よいしょ。あまりね、これ、ラフにて、頭が重いんでね、この吸盤がちょっと小さくて支えにくいんでしょうね。もうこんな感じなんでね。では、ガラス面とか、金属面とか、まあ、しっかりした土台にポンとくっつければ問題ないかなというふうに思ってます。まあ、こういったものを作るのが好きで、まあ、短時間でできたのでよかったかなという感じです。はい。そういった感じで、まあ、なんとか
ユーストリームで、自分の家以外でもね、配信する環境がやっとできたので、今度の日曜日、ゆあかみさんにお会いするときに、これを持って行って、お話をしようかなと思っているところです。本当、昨日も話しましたけど、日本のメディアを取り巻く環境、問題というのは、非常に嫌なものというか難しいものがありますね。そんで、そういったところを良くしていくのは、僕ら市民メディア、市民ジャーナリスト、フリージャーナリストの力でないかなと思うんですね。マスメディアって商業的なマスコミですからね、スポンサーのご機嫌を見ながら記事を書いたりね、政治家のご機嫌を見ながら、ニュースを発信したりとか、そういった状況の中で、どれが本当なのか、そういう情報を見極めることが非常に難しくなってきている。学校でも、リテラシー教育、情報リテラシーの勉強も子供に教えました。昔はリテラシーというと、読み、書き、計算ですけど、今はパソコンも、パソコンの場合には、情報収集能力、情報判断能力、情報発信能力という3つの、リテラシーが必要であると言われています。それは、学校現場だけの問題なんですよね。僕ら、学校でそういった情報リテラシーを学んでない人間っていうのは、どこで学べばいいの？という感じですね。今の子供出会い系サイトの問題とか、いろんな迷惑メールの問題とか、いろんな問題がありますが、そういったことは、学校で教わっております。逆に言うと、大人、または高齢者、オレオレ詐欺とかね、そういったことに関する対応策というのは、その昔、学校ではもちろん勉強してませんし、卒業してから出てきた新しい犯罪ですからね。そこをきちんと学ぶ、きちんと教える、伝えるというのは、マスコミの役目というのが非常に大きいんですよね。ある意味、マスコミっていうのは、ニュースを伝えるだけじゃなくて、きちんとわかりやすく伝えて、時には相手に教える、教育するという面も必要なのかなって。で、今回、非常に丁寧だなと思ったのが、カンニングの方法、手口。ね、こんな風にすればカンニングできますっていう手口を教えてどうすんのっていうこともあるんですけど、あれぐらい丁寧に難しい問題をね、説明してもらえればいいのかなって気がするんですよね。余計なところに情報の発信の能力を使ってるんで、ちょっと間違ってるよねっていう感じですね。ですんで、新しい力、情報リテラシーというやつを、僕ら大人っていうのは学校で勉強してませんからね。そういったことをきちんと身につけるっていうことが大事かなと思ってます。昔、2002年ですかね、佐賀銀行の取り付け騒動があったのをご存知でしょうか。これもね、始まりはね、ちょっとしたことなんですね。12月24日でしたかね。クリスマスの頃、佐賀銀行の ATM に、非常に多くの方が、順番待ちをしておりました。ただ、単に人が多いから、並んでいたというだけの情景なんですよ。そこを通りがかった、主婦の方が、うわぁ、今日はすごいわーって、佐賀銀行で
何があったのかしら、大変だわ、ということを思ったんですね。まあ、思うのは自由なので、それで話は終わるはずが、なんとその方、メールで、携帯のメールで、ご友人に、今通った、さっき通った佐賀銀行の ATM に、たくさんの人が並んでいたよ。何かあったのかしら？ね。自分が見たことをそのまま文章にして書いて送ったんですよ。そのメールがきっかけで、どんなことが起きたかというと、僕にも来ました、そのメールが。佐賀銀行が、倒産をしますので、佐賀銀行に預金がある方は、今日中に預金を出しましょうというすごいメールが、なんと県外の僕の方にも来たんですね。何このメールはと思って、で、家に帰ってネットを使って調べたら、もともとは一人の主婦の単なるつぶやきをメールにして送ったんですね。そこなんですね。そういうところなんですよね、問題というのはね。まあ、自分が見たこと聞いたことをそのまま伝えるのは、まあ、特に問題ないですよ。だけど、それを受け取った方々がどんなふうに判断するのかっていうこと、そのあたりが非常に難しくて怖いんですよね。まあ、その主婦は、まあ、犯罪というか、問われることはなかったんですけどね。不起訴でしたけどね。でも、大変ですよね。単に呟いたことがそんな風に広がっていったということがあったわけですからね、過去には。ですから、情報の発信能力、今は昔に比べてもっと情報発信力は高まってますよね。いわゆるツイッター、誰でもツイッターを使って情報が発信できるというのなんか、そういった中で、いろんな誤解を生みやすいという状況は10年前に比べると格段と高いんですよ。そういった中で我々は情報とどう向き合ってどう付き合っていくのかということ、それも学校では勉強できませんからね、僕ら大人は。実社会の中で学んでいくしかないし、もし情報の取り扱いの間違いで罪になることもあるんでね。そういうことを日頃から自覚しておく必要はあると思います。あ、すいませんね。また真面目な話になりまして。まあ大事なことなんでね。ちょっとお話をしたんですけどね。まあ、昔僕はサイバー犯罪の防犯活動、まあ今はあまり行ってませんけど、昔はやっておりました。ソニーのカスタマーセンターから電話来ました。ソニーのお客様が、サイバー犯罪の件で困ってらっしゃるので、私どもに代わってお答えできませんか？っていうお電話もありましたね。その頃、2002年、2003年、10年前というのは、今に比べるとサイバー犯罪の発生率は少なかったんですね。でその頃、いわゆるサイバー犯罪の防犯に関する専門家っていうのが少なくて、じゃあ僕やりますっていうことで、毎晩のようにパトロールをして、良くないものがあったら通報するとかね。そういった活動、または電話で相談業務をやっておりました。今も最近はもう一応やってはいるんですけど、まあ宣伝してませんから、まあ開店休業状態になってますけど、昔は県警のサイバー犯罪課と連携をして、月に5000円ほどもらってました。捜査協力費ということで、サイバー犯罪に関する情報提供をやっておりましたんでね。一番多い情報提供が何かというと、県警さんに代わってアダルト DVD を購入することなんですよ。
県警なので、買えないんですね。住所なんかバレちゃうんで。だから僕の名前と住所を使って、で、県警さんから、大谷さん、あそこの、こういったところの DVD がちょっと、あ、やばいので、買ってくれませんかということで、代わりに買ったりする。まあ、買ったお金は、県警さんからまた後で請求するのでいいんですけど、そういったことをやってましたね。あとはネットオークション。延岡の方で何年か前、もう10年ぐらい前かな。延岡の酒屋さんで森伊蔵とか、結構高級な焼酎が盗まれました。で、県警から電話があって、大谷さんって、延岡で酒屋さんが強盗にあったんだけれど、ちょっとネットオークションを見てもらえる？なんでや？多分ね、盗まれた焼酎をネットオークションで売る可能性があるから、ちょっと見張ってねって言ったんですよ。で、僕は、見つけてませんけれど、別の、ヤフーでなくて別のオークションで県警さんが見つけましたね。これ、お寺さんあったよって。で、その2、3日後、犯人は捕まってました。だから、結構ね、県警さんとは協力してやっておりました。もう今はね、担当が変わったんで、担当が変わったらもう、はい、それで終わりということで終わっちゃったんでね。あの頃ってのは非常に貴重な経験を、しました。その後、まあ、僕一人で、サイバー犯罪研究所を立ち上げて、ネットオークションに関するトラブルを扱っておりました。一番大きな案件が、もうこれ話をしても問題ないかなと思うんですけど、市内の方がですね、モーターボートを買いました。ネットオークションで。50万ぐらいかな。あ、すいません。結構安かったので、もう側近でポッと買いましたということなんですね。で、そのモーターボートはどこにあるかというと沖縄。沖縄から船を使って運ぶということなんですね。で、船舶関係の売買には、船舶を所有する証明書とか、もちろんネットオークションですから、相手の身元、免許証とかね、そういったものが必要なんですよ。ただし、お金の振り込みは東京なんですね。東京銀行かな？どっかの支店の口座だったんですよ。ピンときました。おかしいよねって。沖縄の人からモーターボートを買うのに、なんで支払い口座が東京にあるの？ということで、その方が持ってきた書類を見たらですね、またびっくりしました。免許証はあるんですけど、顔がはっきりしていない免許証ね。住所はきちんと載ってましたんで、そのネットでね、住所を調べて、Google マップで確認したら、アパートはちゃんとあるんですよ。で、その船舶証明書の中に電話番号があったので、そこに電話しました。すると、出るんですよ。その免許証に書いてあるお名前の方が、ちゃんと出るんですね。ただし、その方の話を聞いたら、一週間前に免許証をなくして、今、県警の、沖縄県警の方に、紛失届を出しております、ということで、紛失した他人の免許証を使って偽造してました。その船舶証明書の書類もコピーをしたファックスみたいではっきり読めないんですね。ああ、申し訳ありませんと。これも完璧に詐欺ですね、ということで、僕は詐欺の被害に遭った場合の相談業務はできないのでね、やる防犯なので、買う前に、これ買っていいでしょうかっていう相談なんですが、買ってしまっては、
もう僕出番がないので、申し訳ありませんと、この書類を持って、県警さんのサイバー犯罪課に出向いてくださいと。もうこれも完璧に詐欺ですと。僕の方からも、電話しますので、まあ今すぐにでも、県警の方に行ってくださいと、ふうに言いました。が、まだ犯人は捕まっておりません。ですね。なかなかね、難しいんですよね、犯人捕まえるのがね。また僕の同級生も相談に来ましたよ。子供さんが、いわゆるアダルト系のサイトの詐欺にかかっちゃったんですね。ポップ画面といって、ネットに行ったら、ポーンとなんか画面に別の画面が現れてね。で、あなた、おめでとうございます。あなたは登録されましたので、つきましては4万8000円、いつまでに支給送金をお願いしますという画面が、パソコンを起動するたびに出るんですよ。それを僕の友人のお父さん、友人がね、見つけて、なんだお前この画面はどうしたんだ？いや、ちょっと海外のサイトに行ったら、こういった画面が出たんです。この画面を消すために4万8000円を払わないといけないんだ、ということで、そのお父さん、僕の友人もバカなんでしょうね。学校の先生なんですけれど、自分の子供のために4万8000円払っちゃったんです。払った後に、僕のところに来て、大谷どんですか？言ってきましたけど、払ってしまっては、もうどうしようもないよ。高い勉強代払ったと思って、諦めろと言うしかなかった。ただ、被害届は、県警の方に出してくれと、伝えたんですけど、その犯人もまだ捕まっておりません。ということですね。はい、なかなかね、相談すればいいのに、相談もせずに、独自の自分の判断でね、ポッと買っちゃう。ポッと金を払う、ね。そこの情報判断能力っていうところ、いくら学校の先生でもね、自分の子供のためであれば、お金を払ってしまうというところ。そこが、詐欺が付け込んでくるポイントなんですね。ちょっと待てよって、ワンクッションを置いて考えてみようとか、いうところに、僕のような相談相手がいるんですけどね。まあ僕がね、PR しないからいけない部分もあるんだけれどね。結構10年ぐらい前から、つい最近までは、いろんな相談があって、受けたんですけどね。お金に関する問題が一番大変ですよね。お金が絡まなくても、結構いろんな電話が来てましたね。最近来たメール、これ海外から来たメール、いわゆるね、今最近増えてきております、遺産相続、詐欺メール。そのメールがですね、すごい手が込んでいて、中近東かな？中近東に私の親戚の隠し財産があると。で、その親戚が、最近亡くなったので、その中近東の遺産をどうするか悩んでると。ですんで、もし私と連絡がつけるようであれば、あなたにその莫大な遺産の一部をあげる用意がありますと。どうされますかっていうような内容のメールなんですね。結構ね、ポッて読むと、英語なんですけど、和訳して読むと、お、なるほど、すごいなっていう気はするんですけど、ただね、海外なのでね、海外から来るメールはみんなうさんくさいと思ってますんで、まあ、あ、そうっていう感じでもう相手にはしなかったんですけどね、その日本版、
が今増えてきております。昨日かな、八代秀樹ってフル帯の国際弁護士、若いお兄ちゃんが出てますよね。あの方にもなんか遺産相続の詐欺メールが来たっていうような話をしてましたね。それでぼちぼち日本でも日本人向けのまた遺産相続詐欺メールっていうのが来てるのかな。出会い系メールではね、結構来てるんですよ。逆援助女社長からメール来てます。今ならあなたに、100万支払う準備がございます。どうしますかとかね。あと、父の会社の、父が亡くなって、その遺産が結構入ってます。今なら1000万ご準備できます。会いませんかとか、いうのは来るんですけど、その出所は、すべて、なんか、ラブとかね、なんたらかんたらとかいうね、もう出会い系のサイトから来るんで、ああ、これはもううさんくさいなと思うんですけど、そうではなく、ちゃんとした名前でね、もう一般のメールで来るのもあるらしいなんですね。で、それにも、かかってはダメですよ、ということ。また、ちょっと、サイバー犯罪の活動も、再開しようかなと思ってるところなんですね。あとはね、もう今日はあれこれ話をしますけど、サイバー犯罪絡みでの話っていうのは、嘘か誠か判断がつかないようなお話があったんですよ。実在する人物の話、しかも政治家の話が絡んできて、なんだ ?NTT なんかの鉄塔とかありますよね。あと NTT ドコモとか AU とかソフトバンクの携帯の中継局の電柱みたいなやつ。あれを設置すると年間いくらかお金が入ってくるんですよね。そういった利権絡みのお話で、まことしやかな情報をね、僕もらって、そのために熊本、福岡とか県外に取材に行ったりしたんですけれどね、その動いてる人間が宮崎県の人間だということで、実際お会いしたんですけど、なんかすごい面白い話、まあ、ではあるんですけど、ちょっと実在する人物、政治家もできますので、ちょっとここでは言うのを控えようかなって思いますけど、ゴロゴロしてますね。そういったうさんくさい話が。つんで、ね、そういった美味しい話はありませんよと。ね、甘い汁は吸えませんと。ということはね、肝に銘じる必要があると思います。はい、ということで、いろいろお話をしましたが、もし皆さんの周りで、サイバー犯罪関係で困ってるとか、またお金払おうかどうしようか悩んでるという人いらっしゃいましたら、僕が、相談に乗りますんで、過去の経験から、あれこれとアドバイスができるかと思いますんでね、もし、そういった話ございましたら、どうぞご紹介を。よろしくお願いします。ということで、今日はあれこれと余計なこと言わなくてもいいこととか話をしましたけど、はい。この付近で今夜の4、5分後の夜は終わりにしたいと思います。また明日もちょっとそういったサイバー犯罪絡みの裏話ができればいいかなと思います。それじゃあ、今夜の4、5分後の夜、この付近で終わりにします。また明日もご視聴よろしくお願いします。おやすみなさい。